はい、こんにちは、レイセンです。今日は7月3日金曜日になります。絶食810日目、1から2リッター絶食は10日目です。天気は曇りですね。現在時刻は午前10時17分ぐらいです。今日はまあフレッシュジュースとグリーントーヤで 1.6 から 1.65 近辺を狙っていきます。そしたら絶食810日目、始めていきます。今日もフレッシュジュース作っていきます。晩柑6個、今日6個、小さいの6個だね。これがちょっと大きいかなと、あとこれ1個半分ぐらいもう腐っちゃってるけど、これも扱ってやっていきます。こういう腐ったやつが案外若返らない原因っていう可能性もあるんだよね。体に負担となっちゃっててね、まあその辺もそのうち明らかになるでしょう。1200ってとこですね。あと水、神社の井戸水を500したら飲んできます。次水入れていきます。神社の井戸水を500したら飲んできます。次グリーントーヤやめて、今日スイカちょっと作ってみようと思うんで、これで 941g ですね。そしたら台所で切って回せる状態にしていきます。今切ってきたところです。こんな感じね。でこれを入れる、こっちに入れときゃよかったな。でも520ってとこですね。したら飲んでいきます。おはようございます。今午前8時44分ですね。そしたらまあ9時狙って計測始めていくんで、いろいろやっていきます。ウエスト測っていきます。正面と側面
と背中。65ですね。で血圧測っていきます。104-68です。今日の結果報告です。今日は天気曇り一時雨だったんだけど、まあ、夜ぐらいかな、ずっともう雨土砂降り降ってましたね。睡眠時間は7時間ほどとってます。午前深夜0時から3時までの3時間と午前4時から8時までの4時間、まあ合わせて7時間なんだけど、かなりあやふやなところあるんで、また確認します。ウォーキングとウェイトトレーニングは今日もなし。日中の室内温度午前10時頃計測で27度。湿度は 53% でした。飲んだもの、野菜ジュースがゼロ。今日はゼロですね。もう全く飲んでません。豆乳も同じくゼロ。果物ジュースもゼロ。果汁、午前10時半頃晩間 1732g で 1200ml。プラス、午後7時50分頃スイカ 941g で 520ml。合わせて 1720ml ですね。まあ、1.7kg で 1720 ってところです。水は1100になります。合計が 2820ml。 水1100のため実質は 1720ml です。なので今日は 1.72L 絶食ですね。ちょっと 1.65 を超えちゃったけど、まあスイカがね、あの1階の冷蔵庫にあったもんで、であスイカちょっと試してみようと思ってね。これで今日はフルータリアンにしています。塩ヌチマースは 1g、 ターメリックは0、香辛料はなしってところです。尿回数9回出てて、濃さは平均的な濃さ、あと薄め、完全無色、量も平均的な量です。大便は0回です。今日は大便出てません。おならたまに小さいのあり、匂いはわずかにありってところです。まあいつもあったわけじゃないけど、1回かな、1回わずかに感じる時があったってとこです。今日の計測時刻は午前9時頃に計測しています。昨日と変化なしですね。同じ時間に測っています。体重 55.75kg、 昨日に比べて変化なしですね。全く体重変わってません。 BMI 17.6 で変化なし。体脂肪率は 10.4% で 0.5% の増加です。体脂肪率ね、このぐらいなら誤差かもな、これそんな気がする。まあでも果物だね、フルーツ取ると体脂肪率が上がる傾向は今まででもあったもんで、今日はフルタリアンでやってるから、まあちょっと体脂肪率上がったのかもしれないってとこですね。血圧104-68、最高血圧プラス5、最低血圧プラス4なんで、血圧もなんかちょっと上がってますね。脈拍68でプラス3、ウエスト65センチで変化なしです。今日の気づき、まあ別に今日気づきって気づきもないんだけど、椅子だね、椅子、リクライニングチェア、なんていうの、マッサージチェアをね、昔一人暮らしの時に買ったんだわ。座椅子のようなマッサージチェアを買ってるんだよ。割とね、あれ性能がいいんだけど意外にね。昨日ちょっとあそこに置いてみたんだよね。今まで一人暮らししてて、でこっちに戻ってきた時に、まあ、1階の今だね、今うちの、まあ、両親が使えるようにと思って1階の今に置いといたんだけど、まあ、両親もちょっとまあ模様替えとかして使わなくなったもんで、で同じ1階の和室に置いてあったんだ、置きっぱなしになってたもんで、まあそれを2階に持ってきたってところです。あ、そういえばこれあるんならこれ使ったらいいじゃんみたいな、なんだけど、で昨日は置いたんだよ。昨日あそこに置いて、あそこでまあリクライニングでマッサージとかね。最近やっぱ背中がね、どうしても寝てるとね、布団で横になって寝てるとどうしても背中がね凝ってくるんだわ。特に私の場合は首が長いもんでね、前にお医者さんに言われたんだ、首が、あんた首長いもんで肩凝りやすい、肩とか背中がね凝りやすいっていう風にまあ言われてて、で私ね背中の筋肉強いんだよ。これはね、トレーニングルームでウェイトトレーニングやってた時に、他のすごい筋肉のあるね、先輩方っていうのかな、に言われたんだよ。あんたすごい背中に筋肉あるっていう。背中の筋肉が強いって言われたんだよ。空手やってた時も背中の筋肉が強いって話があって。なんだけど、逆に凝りやすいんだよ。背中がね。背中の筋肉が凝りやすいっていうのかな。で、まあちょっと何とかしたいなと思ってたんだよね。ほぐしたいと思ってたんだよ。Amazon でね、なんかちょっと見てたんだけど、まあ良さそうなマッサージ器具っていうのかな。まああるにはあったんだけど、それ買うんだったら1階に置いてあるリクライニングチェア使ったらいいじゃんと思って。で、試してみたってとこです。だ結局あそこに置くのは魂が違うっていう風に言ったもんで、あそこは瞑想用のチェアがいいって。なんで和室はね、2階の和室の方にマッサージチェアは置いてあるってところです。今日ちょっと使ってみたんだわ。まあ使った感じね、調子良かったもんで、
まあ、今後1日1回だな。1回だけ風呂上がりにね、回そうかなと思ってます。今日は特にはないかな。まあ、瞑想も今まで通りって感じだし、幽体離脱の訓練は側頭頭頂接合部の方だね。を今日やってます。特にまあなんか進展があるってこともないですね。で、あと今日はグリーントーヤをやめて、で、スイカを使ってるんで、もうフルタリアンだね。完全なフルタリアンで今日やってます。やった感じね、調子いいんだわ。調子いい。やっぱね、エネルギーもあるし、スイカの方が。ちょっとね、生臭いけどな、スイカ。だけど、味も甘くて美味しいし、体も喜ぶし、健康面っていうのかな、体の調子はすごくいいんだよ。今の状態もいいもんで、で、お腹もそんなに空かないっていうね、なかなかいい。今後、スイカはまあ使うようにしていくけど、まずは、バンカンだね。バンカンは全部使い切っちゃって、で、それからスイカにしていこうと思います。じゃないと、やっぱり2回もね、回すの大変だもんで、ミキサーね。まずはバンカンを使い切る。まあ、魂もその方がいいっていうもんで、そんな感じです。なんで、あと、どうだろう、2、3日でバンカンなくなると思うから、そしたらスイカだね。スイカ買ってきて、使っていきます。明日はもう1階にスイカはないもんで、グリーントーヤでやっていこうと思ってます。で、1.6 か6.5 ぐらい狙っていく予定です。で、あと今日顔の状態がね、鏡見たら少し良かったんだわ。少しだけね、少しだけなんか雰囲気がちょっと良くなってたもんで、スイカいいかもしれないね。ってところで。そしたら、絶食810日目完了です。それではまた明日。